お、グレイグだ。ん？グレイグ。ちょっとなんか普通の旅人の服みたいなの着てるけど、ちょっと英雄倒してくれ。こんにちは。あー、でもちょっと確執あるよね。ゲルカダール側の。生きていたよ。うん。なんだよ、それ。え、冷たくね？ああ、ゲルカダール。よくぞ戻ったな、グレイグ。して成果は？成果は？デルカダール城に何やら不穏な動きが。マジ？闇に乗じて何かが起きましょう。何かが起きましょう。おいよ、民たちを安全な場所へ。お、かっこいいね。やっぱりグレイグ、この普通の旅人の服みたいな格好でも。おお、ケレっつって。みんな聞け。お、次期魔物どもが来る。戦いに備えよ。かがり火をたけ。ここを襲ってくるのか。あれ、え、悪く思わないでくれ。ほう、グレーグほどの男でも未だこれまでのことを整理できておらん。ああ、そうですか。まあ、まあ、でもね、命を狙われていたからね、グレーグ。近頃のあやつはまるで己を痛めつけるように戦っておる。わしには見ておれん。そうですか。これ以上あやつを一人で戦わせたくはないのだ。頼む、そなたの力を貸してやってくれ。お前らちょっと調子よくない？あの、デルカダローは、なんかね、こ、自分の、あれ、なんだ、体乗っ取られたからあれだけど、グレイはだって自分の意志でデルカダローの言うこと聞いてたんでしょ？まあまあ、しょうがない。聞いてやるよ。今夜の戦いをしのぐ。今夜の戦い。勝機は我らにある。え、そんなに何回も戦ってきたの？準備を整え、砦の外に向かうのじゃ。頼んだぞ。いや、もう。とこいつら勇者に対して要求が多すぎんだ、いちいち。え、最後の砦の英雄は、最後の砦の英雄ってグレイグのことだったの？いや、あ、そういうこと。そういう、気づくのが遅い。じゃあグレイグがこれを作ったんだ。いや、もう王様じゃん。王様以上の王様じゃん。あ、すげえ。そっか、だから英雄英雄つってたんだ。なんだよ。なんだよ、最後の砦の英雄っていう別の英雄がいるのかと思って。セーブしとこう。いやー、でもグレイグの気持ちを思うとな、信じていたこのデルカダール王が実はもう体を乗っ取られてて、ある意味悪の根源だったみたいなところもありつつ、ね、そいつの言う命令を聞いて、本当はみんなの希望になるはずの勇者をね、悪魔の子だなんつって追っかけ回して果てには殺そうとしていたっていうことを整理つけられるかってことだな。しかもね、うわー、ちょ、まあ、これが最後の戦いだとかって言ったから、向こうからめっちゃ来て連戦みたいな感じ。まあそんなこいつの武士道に、騎士道か、なんだわかんねえけど、男気に俺の力も貸してやるぜ、グレイグ。あ、いないけど、いないけど、いないけど。お、なに、叩くなよ、お前。もう誰？おう、シンイリー、噂は聞いたぜ。大陸の端っこから、たった一人で砦にたどり着いたんだって？やるじゃねえか。誰だと思ってんだ。貴様、誰だと思ってんだ、この野郎。腕っぷしは確か、運もある。なるほど。まあ確かに。間違っちゃいない、うん。あんたは見どころがありそうだ。ちょっと俺についてきてくれよ。お、なになになに、最前線、最前線に来いってか。やってやるよ、俺の全身全霊ギルでぶちのめしてやる。ああ。え、なに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 、着いたぜ。あんたの持ち場はここだ。ほう。今日こそ魔物どもを蹴散らしてやろうぜ。最後の最後まで戦い抜こうな。えらい明るいな、これから魔物と戦うつもり。なんだよ、お前は。おー、グレイグ。え、一緒に戦う感じ？グレイグからしてみても結構複雑な気持ちだよね。やってやるぜ。お、手綱を緩め、いや、握りしめ。敵襲！よっしゃ！なんか言おうとしたじゃん、お前。よし！やっつけてやる。最後の砦は我々が守る。なんつって、うわ、この量、その人数でいけんの？うーわ、群衆。でも赤いし、めっちゃいっぱい来た。いや、やばくね？グレイグ先頭に立ってる。来るぞ、備えよ。オーケー。
やっつけてやる。キャー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 。でもグレーグの乗ってる、おお、かっこいい、映画みたい。こういうのよくある。行けっつって。グレーグのもあれじゃん、リトルフォンじゃん。おお、かっこいい、生きてた。行くぜ、あれやっつけてやれ。おお、かっこいい。いや、こんな雑魚相手に全然楽勝よ。助けてやって、助けてやれ。おらおらおら、かっこいい、グレイグ。うほう。これ全員やっつけた的な。あららあれ普通に、なんだなんだなんだ、助けてやれってこと。強い、強すぎる。混戦場に守っとちゃ今までどんな敵よりも強いぞ。戦士にとって一番過ちは逃げることではない、自分の力を見誤ることだ。氷を守っとちゃ戦って全然歯が立たないと感じるなら、君にはこの戦場はまだ早い。四月の洞窟の敵はここにいる。弱い魔物たちばかりだから、そこで腕を磨いてから戻ってこいってか。面白い。まあ、これあれだな、みんなを救うイベントだな。てめえ、おら、オッケー、やっつけてやる。まだこちらに気づいていない。ちょっと実力がよくわかんないんだよな。こっち火吹いてきそうだから、こいつやっつけてやる。おら、どうだ、これで、あ、逃げ気でやっつけられる。ルコーナー、ちょっとよろしいことやってくんな。貴様、この野郎。痛い、やめてください。おら、オッケー。あ、全然通用はするね。OK。よし、助けてやった。大丈夫か？ありがとう。私は足元が弱いんだ。助かったぞ。なるほど、なるほど。こうやってやってく感じか。で、もしここでレベル低い状態で来たら、向こうに行ってレベル上げして戻ってこいっていうことなんだ。だから、要はここの奴ら全員やっつけなきゃいけないってことでしょ。OK。戦えることは分かった。いや、あ、こいつ結構硬い、グール。あら、よし、OK。お、うわ、ちょっとかっこいいやついるんですけど、スカルドラゴンじゃね？わ、かっこいい。あ、そっか、これあれだね。さっきの最後の砦の武器屋で、光属性ある武器を持っていたら、結構重い一撃を加えられたんだろうな。うわ、すごい、これ、見て。めっちゃ燃えて、ごめん、戦闘中によそ見して。おら、よしよし、これでグレイグ以外のとこは助けれた。待って、ちょっとグレイグのとこすげえ量。お前、こいつら一人で相手してんの。狂気の沙汰じゃねえよ。よし、グレイグ馳せ参じた。おお、かっこいい、かっこいい、かっこいい。あ、グレイグが暴れ回ってる、うまいになって。あ、おお、かっけえ、かっけえ。バッサバッサ行くじゃん。お、お、邪魔だよ、伏せろ。何？おお、いいとこを言ってくれる。かっこよすぎだろ、お前。グワーつって。グレイグも体験持ちだね。かっこいい。気を抜くな。ごめんなさい。ごめんなさい。ありがとう。助けてくれ。うお、グレイグのアップかっこよ。めっちゃいるじゃん、囲まれたじゃん。やれんのか？やれんのか、グレイグ。勇者が一緒にいるから大丈夫。お前に構う余裕はない。来るぞ。はい。やっつけてやる。おお、かっこいい。いや、ちょっとね、なんだろう、強すぎ。勇者もグレイグも強すぎ。おお、ぶちのめしていく。お、スライムも、お、あ、なんかやばいの来たんじゃない？デュラハン的なやつじゃない？この格好。頭なくてさ、顔ついた盾持ってるやつ。その体験、その強さ、貴様がグレイグか。魔軍司令殿の言うとおりだな。馬鹿正直で間抜けな面いよ。魔軍司令、大の大冒険かよ。めっちゃ笑っとる。貴様を仕留めれば褒美はたんまりだ。そうなん、魔軍司令殿は気前がいいぞ。めっちゃ笑うじゃん、めっちゃ笑ってくるじゃん。全員ぶち飲してやるよ。早く笑って出てこいよ。お前たち何をボケっとしている。あ、ツッコミもする。何の間だよ。グレイグを殺せ。グレイグを殺せ。おい、超ボス戦、ゾンビ師団長たちが現れた。結構な量じゃない？
え、これちょっとやばくない？あ、ボミオス。え、どうしよう。しかもこの、やらしい敵の数。待って、まず全身全霊ギルで一番やらそうな、スカルナイトだけ先にやっつけちゃおうかな。一撃でしょ。おら、272。お、仁王立ち。すべての攻撃を。仁王立ちだからすべての攻撃をこいつが受けてくれるんだ。ありがてえ。よし、あとはもうちょっと雑魚からやっつけていくか。あ、骸骨剣士、おら。おーおーおー、こわ、呪文の威力が少し下がって、お、やった。スクルトとかやってくれる。あ、ルカナン使ってくる。あ、攻撃力と呪文攻撃力が下がってんだ。やらしいな。痛い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 。おーおーおー、だそんな強くないね。そんな強くない。スカルゴン。オッケー。おら。おー、やべ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 。お、ベホイミ。NPC らしく回復の手段も一応持ってくれてると。お、凍りつく息とかやってくんの？よし、回復。よし、これでスカルゴンやっつけ。あとは2匹。どうすかな？ちょっと中途半端だから、ベホイムかけとくか。オッケー。ここは押し切りたいね。おら。お、ゾーン状態に。お、仁王立ちありがてえ。もう NPC ならいくらでも攻撃してもらっていいから。よし。おー、痛恨の一撃135。よし、あとはもう全身全霊切り全部こいつでぶち込ます。おらー。あ、もうあと一撃だ。結構弱い。おらー。ザコ。大したことないね。でもその魔軍、なんだっけ、魔軍司令。だから、おー、やっぱ隊長がいなくなったら、退却か。退却だ。魔軍司令なるやつをやっつけないとこの辺の部屋は戻らなさそうだね。共闘できた。どうだ？グレイグ様、王がお呼びです。あなたも共に。了解。少し仲良くやってくれよ。すぐに行く。行っちゃった。切ねえな。なんかもうちょっとなんか、ねぎらいの言葉も一つもかけてくれよ。デルカダーローが待っている。了解。まあなんか、なんとかみんなやれたって感じか。俺は潔癖症なんだ。靴の裏に魔物の臭い汁がついちまった。早く砦に帰って洗いちまい。そう、やっぱり汁出てくんだね。魔物のね。やっぱりあれなんかな。魔物だから強烈な匂いがするんだろうな。ファブらなきゃいけないね。ファブらなきゃ。とりあえず王様のとこ行こうか。よし。セクシー姉ちゃん倒してきたぜ。お帰りなさい、ヨーダ様。今回の勝利は何と言ってもあなたとグレイグ様のお力です。あとは我らがデルカダール兵にお任せ、ひとまず体を休めてくださいね。その格好もやっぱり心を休めてくれる一つのサービスの一つかな。おお、みんな喜んでんじゃん。やっつけてやったぜ。お、ペルロいるじゃん。こんなとこまで来ちゃダメよ、もっと居住区にいなさい。ヨーダ、あんたならあれっぱかしの守りは負けないと母さんは最初から分かってたよ。今回の勝利の報告は済ませたかい？王様はきっと喜びになるから、テントに行けと。ありがとうございます。言われんでも行くよ。ちょ、エマな、こんな奴らに突き取られてんじゃねえよ。俺を見て。ヨーダ、無事だったのね。怪我はない。痛いところも。ない、大丈夫。さすがは私の言う。おっと、私の言うようだ？あなたの言うようだ、じゃあよ。じゃなかった。さすが私の幼馴染のユーダーね。私の幼馴染ね。あんたら大丈夫と信じていたわ。いや、もうお前のもんでしてくれたっていいんだけどな。肘をまぶねやれながら漏れしてたからかっこいい。エマにアピールすんな。俺のエマぞよ。あ、リタリフォン。リタリフォンと目が合った。とても賢そうな目をしている。よし。いや、これちょ、まずグレイグと仲良くなりたい。あ、めっちゃ敬礼してたし。この度の働き、見事であった。グレイグ、そして勇者よ。いや、ちょっと偉そうなんだけど、お前ちょっと自分の身分分かってる？お前たちのその強さを見て、わしは確信した。この地に光を取り戻す戦いを、今こそ仕掛ける時だとな。光を取り戻す戦い。魔物の巣窟と化したデルカダール城に潜入し、潜入？常闇を生む魔物を、打ち倒す。常闇。お前たちにこの作戦を任せたい。あ、この闇はずっと出てるわけじゃなくて、そいつ倒すとこの闇晴れる的なこと？
そういう感じ。おうよ。おうよ。ここは大丈夫ですかっつってな。わしとて無策ではない。どうにか敵に一矢報いる手はないかと、密かに城を探らせておったのだ。誰にだよ。誰に城を探らせておったのだよ。報告によれば、報告。デルカダールの丘の崖上に、デルカダール城内に潜入できる地下水路への道を見つけたらしい。地下水路への道。おお。はい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 。最初に捕まった時に逃げた道だ。城の中へ入るにはあの道しかない。この鍵で地下水路から城内へ忍び込むのだ。鍵そなたに預けよう。わかった。え、なんで俺デルカダールをグレイグに預けてよ。いや完全に俺にやらせる気満々じゃん。いや逆でしょ、グレイグでしょ。私は反対です。その間砦の指揮は誰が取るのです。そうだよ、魔物次襲ってきたらもうだってひよっこしかいないよ。我らの巣に攻め入られればここは魔物の餌場と同じですぞ。餌場、ひどいこと言う、ね、食べられちゃう。そこを利用するのだ。魔物がここを攻めている間であれば城内の警備は手薄になる。うーわ、諸刃の剣よ。今こそデルカダール城に潜む常闇を生む魔物を打ち払うのだ。うわ、さすれば再び我らに朝を取り戻せるだろう。そういう感じですか。しかし私はこれ以上民を失うわけにはいかない。ちょっとなかなか難しい判断だよね。だからこそお前にこの作戦を頼むのだ。お前しかいない。まあ、確かにそんな常闇を生むめちゃくちゃ強そうなボスをやっつけられるのはグレイグぐらいだろうって。夜だけが続けば人の心も失われよ。確かにこんな中で生きていてもしゃあないって話だよ。やるしかない、グレイグ、お前しかいないんだ。めっちゃ笑ってる。なんで。私はこの数ヶ月の間思い知らされた。我が民は強く優しさに満ちて何よりも勇敢だ。王様らしい民への信頼感、かっこいい。お前も剣持つ。一晩持ちこたえれば我らの勝利ぞ。砦はわしが守る。お前剣振れんの。はい、かっこいい剣だな。任せたぞ、そなたらは我らの希望じゃ。その剣ちょうだい。潜入する感じで王の計らいでヨーダはしばしの休息を取った。そして出発の時が来た。うわあ、じゃあ二人行動ってことになるのかしら。え、いる？いない？いないじゃん。え、どういうこと？一緒に行けって。また NP じゃーす。寝てる、かわいい。だから靴履きながら寝る。イオダはエマの顔をじっと見つめた。エマが少しだけ微笑んだ気がした。なんだよお前らのその関係性。あ、え、ちょっと女子がいっぱいいるところでお前寝てたの？すごいとこで寝てるの、かわいそうに。行くか。いよいよ出発なさるのですね。魔物どもに感づかれぬよう砦の民たちは見送りを禁じられております。ああ、見送りされてないのかい。しかし言葉はなくても皆の心は一つ、作戦が成功しあなたが無事に戻られることを心から祈っております。やってやるぜ、任せな。とりあえずどうしましょう。とりあえずもう一回王様のところに出陣します的なことを言えばいいかしら的なってことかな。まあね、エマも寝ちゃってるし。いやでもエマが寝てる間に旅立つってまたちょっとやらしいね。いやほんとセクシー姉ちゃん、さっきからずっとここにいるな。ん、一つだけ私から上限。お祈りや買い物は砦で済ませてください。砦の外は七義ございます。なるほど、買い物できないってことね。え、道具とか大丈夫？とりあえず王様のところにグレイグいたりせん？あ、いないか。お、出てる。あー、崖の上にある水路に行けと。感づかれておる。頼んだじょ。頼んだじょだ。もう行けってことか、これ。要は行けってことか。見送りはしない。さっさと出てけと。魔物を倒して戻ってこいと。そのデルカ、とりあえずはそのデルカダールに行くことが先決ですね。まあ、じゃあセーブだけしとくか。湿地にございますって言ってたから。